こんにちは、ABS プロスタッフの小倉和也です。今回は900グローバル社最新作トゥルースのレポートをお送りいたします。先月発売されたインセプションはツアーエンジニアシリーズで S74R スリットカバー速度とアダプター D アスメトリックコアでした。このトゥルースはプライムシリーズで S74R ソリッドカバー速度とアダプター C シンメトリックコアです。インセプションとの違いはカラーリングはもちろんのこと、アスメトリックとシンメトリックの差があります。理由はインセプションはミッドレーンでの曲がるイメージ、ボールモーションに変化を加え、トゥルースはフックの後期からロール機で一気にエネルギーを鋭角なリアクションに変換するイメージで作り上げられていることです。インセプションもトゥルースも双方に共通しているのは900グローバル社で1、2を争うバックエンドが鋭角という部分です。アダプターコアのモーションポテンシャルが独自なねじり感を出しており、こういう性能のコアであるならば、この先ハイブリッドやパール素材の組み合わせのボールが出てきて、どのようなポテンシャルなのか楽しみでもあります。トゥルースとインセプションを比較投球すると、アスメトリックコアのインセプションの方がやや早めのフックに移行するイメージは感じております。トゥルースはその反面、フックからロールの移行が素早く、急に向きを変えて曲がるイメージが出ています。投球して感じたことですが、やや固めのピンアクションの割にはかなりストライクの確率が高く感じました。その理由はポケットのそばで急激に向きを変えるので、曲がってからのエネルギーロスが他のボールよりも少ないのでしょう。それが生かされていて、かなり重厚な、特に薄めの絡むアクションに強さを感じます。プライムシリーズですが、オイルが多いコンディションでも使えるほど性能を持っており、シンメトリック対象コアならではのシンプルなレイアウトでも十分パフォーマンスが出るところがこのトゥルースの利点でもあります。積極的に使っていただき、積極的にラインを攻めてください。新開発の S74 ソリッドカバー速度とアダプター C シンメトリックコアでアグレッシブにラインを攻めることができるボールです。ミディアムからミディアムヘビーなコンディションで攻めのボーリングをしたいならば、持つべきボールはこのトゥルースです。ぜひ皆様、この900グローバル社最新作トゥルース、お試しください。